はじめまして、私朝日昇と申します。兵庫県川西市出身。10代の頃ラグビーで心身を鍛えつつ、困ってる人の役に立てることはないかとボランティア活動を行ってまいりました。大手鉄道会社に勤め、結婚、子供も生まれ、順調に見えた私の人生に思いもよらない事態が降りかかります。妻が重い病気にかかり入院、闘病生活の間に義母が交通事故で亡くなり、その後を追うように妻も召されていきました。幼い子供を抱え絶望の日々、周りに心配させまいと元気に振る舞いつつも、私の心の中は凍りついたままでした。そんな時、職場のある上司がそっと寄り添い、無理なく私の奥深くから言葉を引き出してくれました。初めて吐き出した自分の本心、弱音、叫び、彼のおかげで私の心は軽くなり、やっと前に進むことができました。聞いてもらえることの大切さ、これからは私が人の手助けをしていきたい。心に不安や苦しみを抱えている方、足踏みしている現状を突き破りたい方、お気軽にメールでご相談ください。私が少しだけお手伝いをさせていただきます。